ねえ、僕のこと忘れてない半分に切って置いとかれたピーマンだよ。いつ料理してくれるんですかえ今日ひき肉使うのそしたら僕に詰めたらめちゃおいし。ハンパーズを救えあ。<わ>切られてかれこれ3日、このままです。欧米では、 りんごを毎日1個食べれば医者いらずと言われており半端に余ることなんてありえない分かってないですねすいません何でもいいので食べていただけますかあでもやっぱりアップルパハンパーをすいいですねねねえねえねえ そろそろ食べてよ。僕のこと、見て見ぬふりしてるでしょ。本当は常温保存がいいんだよ。ほら、どんどん水分がなくなっていく。体がシワシワになっちゃうよ。どうせ僕なんて <laughs>、もう涙も出ないよ。 僕でいいの早くここを出たいよねえどんな料理になりたいの僕はチンジャオロースになりたいんだへえ地味じゃない私は冷製トマトフォアグラのソースを添えてがいいわいい夢だねでもここの主人そんなの作れないよだよね <laughs> その声は、ゴーヤこの世は可能性で満ちておる。ここの主人が頑張ることもあるじゃろう。そうですね。ま、わしはゴーヤチャンプルにしかなれないがの。おうーハンバーグのいこれが可能性今日の献立はカレーだそうです。 ジャガん、トマトさん卒業おめでとうこんな僕なんかがもう使うの遅いんだからでも僕らより先輩のリンゴ博士を置いていけないよ大丈夫ですよ私も隠し味として使っていただけるかもしれないしママ今日ハンバーグがいいえー、じゃあそうしよっか 卒業式は延期になりました。ハンパーズを吸いついに